戦天竜組、いよいよ 3.6 日本武道館決戦でも世界タッグの防衛戦があります。さあ元タイガーマスクにもう一生懸命、区間半戦も猛烈にパンチパンチパンチ、雨あられと映っています。あとあーすごい焼き火のような光、今度はおー今度は小柱、小柱にキックチョップ、1対2の対決。スタンハンセンも馬場さん燃えてますね。そうですね、本当に素晴らしい振り込みですね。まさにこのキックパンチ、それからエルボーがうなりを上げるレスリング、こういうレスリングが戻ってまいりました。そのスタンハンセンでやります。さあ世界タッグの防衛戦はどうでやりましょうか。天竜選手がちょっと足首を怪我したというような情報も伝わっておりますが、詳しいことは後ほど、若林アナウンサーからリポートがあると思います。さあ今度はバックを取ったのがジョーディー飛んだ、また再びバックを取り返した、タイガーマスクバックドロップ、ちょっと変形の岩石落としになりました。ちょっと、顔面に手をやります。そして小橋が出てまいります。おっと小橋はジョーディートンとは対戦しません。スタンハンセンに突撃、ハンセンに突撃、スタンハンセンとの対決はこれからが始まります。これから始まるんです、こう言ってました。さあ小橋健太、さあ相手はスタンハンセン、大物中の大物に堂々胸を張って戦う、まさに男の戦い。小橋健太やります、度胸があります、まさに度胸があります。スタンハンセンもこれにこらえます。うまく切り離したが、どうだ、エルボーは打てない、背中にパンチを落とした。しかし前かがみになって潜り込んでドロップキック、棒立ちにした、ハンセンを棒立ちにした、わあ、ハンセンを持ち上げて思いっきり投げ切った、ギロチンドロップ、小橋今度は反対側のジョーディートにまたキック、素晴らしい攻防になってまいりました。小橋です、ハンセンも必死の形相で答えています。よくここまで追い詰めましたよね。よく追い詰めましたね。あのスピンキックでジョーディートを倒したキック力も素晴らしい。今度はタイガーマスクがここで出てまいりました。スタンハンセンの表情が鈍った。さあ小橋が反対側に立った、トップロープに立った、どうだ、スタイルキックは失敗。ジョーディートがタイガーマスクに体当たり。さあまだタイガーと小橋のタッチは行われていない。また黄金のラリアット、左の黄金のウエスタンラリアット、エビに固められた小橋、最後はハンセンに打ち止められましたけれども、しかし今日の小橋はよくやった、止めなくてはいけません。さあ場外センター、場外タイガーマスクとジョーディートン暴れまくっています。会場は